皆さん、こんにちは。ディスクの毎日10分要約塾へようこそ。この番組は、忙しくて時間がない方へ向けて、生活に役立つ情報を重要な部分だけを抜粋して、10分以内で要約するという番組です。ぜひ、通勤の際や皿洗いなどの家事、お風呂の中、寝る前などにサクッと聞いていただければ幸いです。画像はメモアプリのキャプチャーで表示しています。また倍速にしますとより効率よくなるかと思います。それでは今回はキングコング西野亮廣による平成30年度近畿大学卒業式のスピーチを要約します。皆さんが社会に出たらコミュニケーションを取る機会が多くあります。そのコミュニケーションの本質は何かというと、自分が喋りたいことよりも相手が何を求めているかを事前に察して空気を読んで生きていかないといけません。僕がここに登場する間、オープニング映像で煽ってくれました。すごい革命家が来ると。煽られたんだからスターのように出てきました。にもかかわらず皆さんのパラパラの拍手、これでいいのか。もう一つ、卒業式はもうあと10分程度で終わる。このまましれっと終わってしまっていいのか。皆さんには2つの選択肢があります。パラパラの拍手で西野を迎え入れるのか、それとも全員立ち上がって大いに盛り上がってキングコング西野を受け入れるのか。僕はどちらでもいい。皆さんの人生だから好きなようにしていい。どっちだっていい。登場やり直します。そこでは卒業生のみんなは手拍子、大きな声を出して盛り上げる中で、キングコング西野が登場しました。僕はノープランで出てきました。喋ることは特に決めてません。まず自分の今の状況を説明します。煙突町のプペルという絵本を出して結構売れて映画を作っている段階です。自分はディズニーを超えると宣言し、公開日をディズニーアニメの 新作公開日にぶつけて勝つということをやろうとしています。ただディズニーは結構売れているものの、一方でジャングル系の時はちょっと弱めということに気づきました。ここを狙う作戦です。個人でのキングコング西野は好感度は低いです。相手の梶原雄太は YouTube で頑張っています。ここで梶原や仲のいいノンスタイル石田の悪口を話しますが割愛します。それではこのままだと先生方に怒られてしまいそうだからいい話をして終わります。皆さんより僕の方が先輩だから偉そうに言わせてもらうと、僕たちはこの瞬間に未来を変えることはできません。未来を変えることはできませんが、過去を変えることはできる。卒業式の登場に失敗した過去、好感度の低かった過去、これらを今ネタにすることでネガティブだった過去が輝きを増して良かったなと思います。僕たちは未来を変えることはできないが、過去を変える可能性はあります。ここから皆さんは社会に出て挑戦します。最高の仲間、パートナー、景色に出会えることもあります。一方で挫折したりバッシングを浴びることもあります。挑戦にはネガティブな結果がつきものです。でも大丈夫、その過去は書き換えることができる。失敗はその瞬間に止まってしまうから失敗なのであって、失敗を受け入れてアップデートして試行錯誤して成功するまで続けてしまえば、あの時の失敗が必要だったと知ります。つまり
理論上失敗なんて世の中に存在しません。このことを受けて僕が皆さんに送りたい言葉は一つだけです。それは失敗なんかしないから挑戦してください。繰り返します。失敗なんかしないから挑戦してください。僕は絵本作家なので、絵本の話でまとめると、今作っているのは時計の物語です。時計は毎時長針と短針が重なりますが、11時台だけは重なりません。何が言いたいかと言いますと、鐘が鳴る前は報われない時間があるということ。繰り返します。鐘が鳴る前は報われない時間があるということ。人生には11時台は必ずあります。僕にも皆さんにもあります。でもいつか必ず重なります。だから挑戦してください。皆さんの挑戦がうまくいくことを願っています。以上です。一つでも皆さんの生活に役立つ内容がありましたでしょうか。10分以内で特に重要な部分の要約になっていますので、繰り返し繰り返しお聞きになることを強くお勧めします。脳に焼き付けるぐらい聞くと、意識が変わり、行動が変わり、習慣が変わり、人生が変わっていくと確信しています。これからもより豊かな人生を歩んでいくため、有益な情報を発信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ではまた次回お会いしましょう。ディスクでした。